どうも、中村ドイでーす。片田慎一郎でーす。今回結構衝撃的なニュース見つけたんですけど。そう、また来ましたね。もう探偵の話ですね。探偵？名探偵コナンとか金田一少年みたいにワクワクする探偵の話はありませんけれども。何それ？好きな人に相手がいる。もっと恋人と復縁したい。願いを叶える別れさせや。トラブル多発も需要増えるその実態とは。ほー、どういうこと？まあ要はまるでもか、あれやん、世にも奇妙な物語に出てきた商売、別れさせ屋の実態に迫った記事なんですよこれ。ほー、本当にあるの？そうなんですよ。で、利用者の依頼内容を具体的に説明すると、まあ、こういうことがあるよみたいな例ですよね。はいはいはい。まあ、旦那が浮気してるけど離婚したくないから不倫相手と別れさせてとか、はあ、好きな人や、はいはい、元恋人にパートナーが今いるから、はい、それを別れさせて復縁の足掛かりにさせてほしいとか、へー、そういうなんか、まあそういう系なんや、はあ、っていう。自分自身ではなくて、どういうこと？第三者ってことだよね。どういうこと？だからほら、浮気相手と別れさせてとかなんだね。あ、で、どう考えたん逆に。なんか自分が別れたいっていうのを、もう無理無理無理、別れさせて。逆にレアじゃねえ、その捉え方お前、普通に考えて。そうか。要はあれやろ、退職代行みたいな話ってことやろ。あ、そう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 、そんな感じか。この記事読んで最初にそっち出るのってなんか信じておかしくねえ。ごめんごめん。で、そのね、別れさせ用の恐るべき、驚くべき手法とはって思わへん。ほう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 。で、内容期待したと思うけど、うん、実はこの記事、むしろ逆なんですよね、これ。ほう、どういうこと？別れさせ屋の仕事内容としては、もともと探偵者が浮気調査の延長線上のサービスで始めたっていう経緯もあるらしいんですけど、はいはいはい、まあ、割と普通っていうか、おうおうおう、あの別れさせたいパートナーに接触して介入するだけみたいな感じで、特になんか真新しい感じじゃないんですよね。あ、そうなんだ。あ、なんかそんな感じなんやみたいな。まあ、言ったらちょっと訓練させた犬とかおって、はいはいはい、合図出すと舐めに行くんやんと、はいはいはい、でそれであの犬好きとかパート、あのその元々別れさせたい人の依頼者から情報聞いといて犬好きとかやったのが分かっとったとしたら、はいはい、それきっかけで仲良くなってご飯を食べに行くとか、はい、っていう感じで介入していって、実は今彼が言ってみた感じで、あ、それそんな人別れた方がいいよって、まあ、ざっくりとこんな手法とか。あ、そういう感じなんだ。もう割と全然そういう感じなんですよ、今普通な感じというか、はいはい、で結構これなんかドラマみたいにさ、うん、うまくいかないらしいんですよね、今言ったみたいな感じでは。そうなんだ。むしろ問題になってるのが、金払ったのに別れさせてくれないじゃんってトラブルが多いみたいなんですよ。そうなの？できてねえじゃんみたいな、別れさせ屋じゃねえのかよお前っていう話らしいんですよ。いや、それ困っちゃうね。おうおう。着手金で数十万いって、成功報酬だったら100万とか超えてくるんですよ。え、そんなかかるんだ。更新上高いですよ基本。で、すごい人になるともうほんと数百万ぐらいぶっ込んだとかね。はいはいはい、はい。で、何の成果もないのに、うんうん、やることはやってますからってので、返金なし。あら。そうなんです。最終的に音沙汰ないとかね。え、それは困るよ。え、やばくない？こっちの方がゾッとするやろ、その別れさせやっていう商売よりも。おお、それはやべえ。雑な仕事をする更新所の方がちょっとゾッとするって話なんですけど。怖い怖い怖い。で、まあさ、ちょっとさ、でもこれ、その別れさせ屋にその金をぶっ込む人もさ、うん、まあ、単純にさ、こう、うん、なんていうのかな、まあ、人間関係のため、に、うん、数百万とかさ、はい、新車のクラウン買えるぐらいの金をなんか恋愛沙汰でぶっこんでる、なかなかすごいな。じゃあそれをさ、ぶっちゃけさ、だいぶ怪しい業者にバンバンぶっ込めるのはもうちょっと個人的にはちょっと理解できないんですよね。まあ確かにだいぶ怪しいっていうのは確かに。そうそうそう、うん、だから本当にもうなんかその人なしでは生きていけないみたいな、はいはいはい、サザンオールスターズの歌詞みたいなぐらいのめり込んでしまってる人なんでしょうけどね。まあ、依頼人が。まあまあ。で、まあ、このね、うん、こんな商売が実はこの横行しちゃってる現状にさ、これ初めて聞いたんですけど、うん、日本調査業協会っていうのがあるらしくて。あ、そうなの？まあ、要はこの、更新所系の協会があるんですって。で、人はなんか、いわゆる、こう、探偵業の協会の人ですよね、うん。で、金銭上のトラブルは当然だけど、今回の話ね。はいはい、言ったら、やるって言ったのにやってくれない。返金保証って言ったのに全然返金してくれないとかね。うん、で、そもそも、うん、そんな金銭トラブルは当然言語道断として、そもそもこのサービスは倫理的に良くないって言ってるんですよね。こんな怪しいサービス利用する場合に周囲の人に相談してみてくださいって言っちゃってるんですよ。もう言っちゃってるの？教会の副会長みたいな方が。教会が。で、ね、ちなみにこれすごいのが、うん、記事の中で唯一成功談が載せられてる人がいたんですよ。はい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 。要は元カノが忘れられなかった人が、はい、計3社利用して復縁成功したみたい。うん、もういくら払ったのかって話だよね。そういうことだよね。だから本当に今度新しくまたクラウンのセダンが出るやん。はいはいはい、あれ新車で買えるぐらいぶっ込んだらしいんですよ。かなりいったね。で、その人の感想はさ、ここまでぶっ込んで、はい、彼女と復縁できたと。40代男性ですって。あらららら。嬉しくて感謝しかないと、更新所様と。ほうほうほう。後ろめたさもあるけど、絶対に幸せにしようって気持ちの方が強いですって言ってるんですよ。正直この人に対して、はい、それは本当に幸せなのかって言いたくなる人は多いでしょうね。刀ちゃん。
今ちょっと思っちゃったかもしれない。ちょっとなんかそれは違う気がするって感じですよね。なんかねそれはなって感じはしちゃいますけど、まあ個人的にはもう俺こんな状況になったとしたら、もし自分がなったらね、うん、はいはい、あの幸せとか言うじゃないですか、疑心暗鬼やばそうっすよね。 あ確かにもしさ、パートナーに業者利用したことが何かの領収書とかでバレたらとかさ、はいはいはい、わかんないよ、何でバレるかわかんねえけど、そりゃそうだね。もしさ、うん、彼女は、別れさせ屋のおかげで別れて自分と復縁したわけやん。そうだね。もし他の誰かがさ、別れさせ屋依頼した場合って、こいつ別れちゃう女なのかなとかね。ああ、確かにな。そりゃね、まずはね。怖くない？なんか。いや、怖いよ。戻ってきちゃったってことは、リリースされる恐れもあるんかなと俺思っちゃって、なんか疑心暗鬼がやばそうなんですよね。いや、確かにね。わかる？これ、なんか自分との、復縁が成功したってこと自体が、はいはいはい、誰かが介入したら別れる関係性でしか恋人と付き合ってない人ってことの証明になっちゃってるんですか、これ。考え続けちゃいそうだね。なんかちょっと違うんですけど、はいはい、略奪愛にも僕は結構近いの感じてしまって、こういうの、ほうほうほう、なんかさ、これ略奪愛って結婚式のちょっと待ったとかあるやん。ありますね。だから略奪できちゃったってことはさ、略奪される可能性が常にあるってことの裏返しになっちゃうよこれ。確かにね、考えそう。本当に個人的な意見ですけど、うん、これは、はいはい、で僕はなんか略奪愛が成立してしまう人とは一緒にいたいとあんまり思わないですね。確かにね、まあ簡単にね、そういう人かもなっていうところはあるかもしれないよね。でもなかなかやっぱりね、ちょっと疑心暗鬼半端じゃないんで、なんか一回これやっちゃったら、はいはい、なんか一生それをまたね、墓の中までずっと秘密ってなかなかきついっすよね。いや、きついよ、それはきつい。あの、しかもそんなバレたらマジドン引き超えますよね。いや、本当だよ、やばいよそれ。だってトゥルーマンショーみたいな感じっすよ、多分彼女。はあの人、あの時あった喫茶店で隣のあの人、何回かお茶したよ私みたいな。ちょっと待って、じゃあ前会社の前でばったりハンカチ拾ってくれたあのおじさんは、はいはいはい、いや俺はそれ知らないよ。いや嘘でしょ。絶対知ってるでしょ。誰なのあの人たち。めちゃくちゃ怖いじゃん。なるわけですよ。怖い怖い、怖すぎでしょ。いや絶対嫌だよそんなの。でまあそんな感じで、なんかまあ僕からするとさ、うん、あのこんなこといろいろ想像しちゃうから、はいはい、まあ、別れさせを利用してまで一緒にいた人っていないんで、本当にすげえ世界だと思いましたよ。でなんかむしろこのさ、サービスの方割となんか、なんか SF とか世にも奇妙とかで出てきてる、なんか割と現実感ある感じじゃないですか、別れさせやとかさ、はい、あるね。利用者の方に現実味がないって、なんかなかなか不思議な記事だったっすね僕。いや確かにね、どういう感覚でやるんやろこういうのみたいな。いや本当にもう頭いっぱいになっちゃってんだろうね。で言ったら、これ探偵の話なんですけど、うん、次このまま、はい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 、そもそも探偵業って僕初めて知ったんですけど、うん、これさ、届け出出せばさ、うん、誰でもやれることが可能な業種ないね、探偵って。要は教会や国から認可みたいな、うん、免許があるようなタイプの仕事じゃないんですってこれ。そうなの。いや届け出出せば誰でもやれちゃうんですよ。へー。だからまあ要はあのしんちゃんだって明日から届け出したら俺はフィリップ・マーローの生まれ変わりだとか言えるわけなんですよね。でそんなせいかさ、うん、まあ、これは偶然なのかもしれないですけど、で僕実は昔さ、うん、でマジで悪徳な探偵者の話聞いたことあるんですよね、現実に。あ、現実で。うん、なんかこういうなんかやり方がずさんとかのレベルじゃなくて、もう本当にあのやってることただの悪い人たちやんっていうのを昔聞いたことがあって、実際本当にやばそうだね。だからそういう人たちが実際やれちゃうような業種らしいんですよね。まあこれ結構20年以上前なんで結構昔の話なんですけど、まあその更新上、僕が聞いたことある更新上は、まあ、浮気調査を専門にやっとったらしいんですよね。でこれがなかなか生々しいんですけど、不倫の調査を更新上に依頼してくる人は、言ったら私の旦那が浮気してるっぽいです、うちの妻がって、うんうん、基本的にね、はい、相対的に世間一般、うんうん、裕福な人がやっぱ多いんですよ。あ、まあそういうとこでお金を使えるっていう部分、まあ当たり前ですよね、普通に考えた場合。そもそも当たり前に家族いて不倫できてる経済力ある旦那とか、あ、まあそう、貧乏人ってそもそも不倫できねえかんね、金ねえから。まあ聞きますねそれ。そうそう、で、はいはい、ちなみになんか一番多かったケースが、うん、まあ、社長とかやっとってお金持ちの旦那が不倫してるっぽいから調査してくれって妻から頼まれるケースが割とやっぱ多いらしいんですよ、ケースが。でその更新所の調査員が旦那を尾行して、まあ、結構あっさり見つかるもんなんですって、こういうのって。そうなんだ。だってその旦那の行動範囲かなんかを割り出して、うん、あと尾行してきゃどっかで尻尾出すから、はいはい、1週間ぐらいついとったら大体どっかで、はい、あれ怪しいなとか、そういうの分かるやんぶっちゃけ。大人の男女が2人で車に乗り込む瞬間とか見ちゃったら、やったやったみたいなね。ああそんな感じなんで、でまあ不倫の尻尾掴んだ時に、うんうん、何すると思います？簡単に尻尾掴みましたあなたは、はいはいはい、どうします？え、写真撮って奥さんに見せて、うん、あとは奥さん大丈夫ですかみたいな感じになるんじゃないの、単純に。その場で、うん、旦那に声かけるやんと。え、かけんの？で奥様からあなたの不倫調査依頼されてる更新所のものですっていう、うんうんうん、不倫の証拠はなかった、あなたは不倫してなかったってことを奥様に証明させてあげましょうかと、うん、嘘だろおい。
いくら払います？うわ、何その話、マジありえないんだけど。うわって言いました、俺最初聞いたんです、それ。それガチでやってた手口みたいな話らしいんですよ、これ。で、まあ当然、まあ裕福さんの社長の方やったんだら、うん、もうめんどくさいから100万、200万ぐらいやったら、まあ、出してくれるやん。ああ、そうだ。不倫で肩がついちゃうわけでしょ、こんなのが。うん、そうなっちゃうね。まあそっち選んじゃうじゃないですか。うんうん、で、奥さんには安心してください、みたいな。はいはい。あの、奥さん、はい、あの、履いてました、みたいな、はあ。安心してください、履いてますよ、ね。パンツ脱いでなかったですよ。旦那様、旦那様も不倫相手もいなかったし、旦那様もパンツは脱いでおりませんでしたよってことを言うわけやん。で、そして、普通に正式に調査費要求、うん、請求するわけやん。はあ、要は二重取りするわけなんですよ。ほうほうほう。まあだから分かりますよね、うん、あの多い時になっちゃうと一件でさっきから言ってる、うん、あのクラウン新車くらいの金額になっちゃうらしいんですって。1週間ぐらいの上がりが。何その話、あの儲かる時はって話なんですよね。うわ、怖っ。でまあ更新上の全部が全部信用できないので話は全然ないんですけど、あもうそれはね、まあ、確かに構造的にちょっと怪しい会社、怪しい業者が、うんうん、開業できちゃう業界っていうことはあるみたいなんですよね。だから協会の人も明らかにもうこれ認可制にしろって言ってる声がその何つうの業界の中からも出るぐらいな。あ、そうなんだ。だってこういう話で一番困るのって、うんうん、めっちゃ真っ当な更新書っすもんね。いや、そりゃそうだよね。こんなん一緒にされたら叶わんって思った話じゃないですか。やってればね、うん、でだから、なんていうのかな、この認可制にしようっていう声が内部からも出てくるらしいんですけど、はいはい、で今回の記事結構多くは、うん、別れさせ屋なんかどこで調べ見つけてくるかっていうとネットで見つけてくるんですって今時。ほうほう。だホームページだけ立派で、うんうん、やってみたらずさんやったとか、はいはいはい、結構そういうのがあるらしいんで見極めるのがすっごい難しいんですって。あ、確かにそりゃそうだろうね、ホームページだから。僕はちょっと思ったのが、うん、僕はですよ、はいはい、できれば、うん、更新所なんか使わずに一生終えられるような人生を歩みたいなって僕は思っちゃいました。そりゃそうですよ、見極めつかねえし。いや、そりゃそうだよ、わかんないもんっていう感じなんですけれど、皆さんはこういう記事読んだ時どう思われますか。僕はあの更新所に一回も頼もうと思ったこともないので、はいはい、もし頼んだことが実はあるって方がいたらいらっしゃったらコメントとかくださると嬉しいですってところで、じゃあお疲れっす、お疲れっす。夜の隣、月が笑う暗闇を押しのけて星を洗う、乾いた瞳そっと濡らす、今胃の中の乾ず青くて